取りに来るか。育成三重士の一人、川村優斗。レフト方向高く上がっている、上がっている、レフト下がって犠牲フライには十分。三塁ランナーがスタート、ホークスが犠牲フライでこの7回に先制点。河村優斗にはキャリア初めての打点がつきました。今日の展開の中ではホークスが大きな先制点になっています。川村からするとここは大きな仕事。まあね、ゴロを打たせたい中でちょっと高めに浮いてしまいましたかね。こういう犠牲フライが必要なケース、高めのまっすぐをこう、ね、今みたいに反対方向を狙うと、まあこういう切り替えたところですが、まっすぐ捉えてプロ初ヒット、それがタイムリーになりました。ゲームの後半、河村優斗の活躍、今日2打点目、ホークスに大きな4点目が入りました。今日はプロ初スタメン、初めての打点、そして初めてのヒット。河村優斗からすると大学時代を過ごしたこの仙台の地、ここ大きな一歩になりましたね。非常に大きいですね。逆方向に捉えてきました。